トミさん、ということで本日もレゴフォートナイトやっていくんですけども、本日はですね、皆さんアップデートが来てね、大々的に発表されたもの以外にめちゃめちゃたくさんね新要素が来ていることはご存知でしょうか。ということで今回のこの動画ではね、秘密アップデートを題しまして、もう20個以上かな、それぐらいの大量に情報がありますので、そちらをねギュッとまとめて皆さんにお伝えしていきたいと思います。ということで年内チャンネル登録者数10万人目指しております。まだの方はね、ぜひともチャンネル登録高評価、そして通知音よろしくお願いいたします。クリエイターサポート AFR も合わせてよろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでやってまいりました。七村からね、お届けしていますけれども、はい、まずですね、七村というものがございます。このね、民族ちゃんたちがね、こう、ウィウィって言いながらね、歩き回ってる村があるんですけど、めちゃめちゃ可愛いです。特段なんかできるのかなと思ったけど、別に何もできないですね。ただ可愛いだけ。この赤い子が多分族長かな、あとはこの普通の子かなって感じなんですけど、話しかけるとこもできないし、ここに村設置しようと思ってもできないのよ。ランドマークに近すぎますって、多分これのことなんだと思うんだけど、何もできないから、一応ね、ピンだけ立てといてって感じですね。ということで秘密アプリその1は七村でございました。おやすみ。はい、ということで続いて2つ目なんですけれども、蝶々についていってみましょう。え、トラップじゃん。ただのトラップ蝶々だったんだけど、よし、こっちの蝶々ついていってみよう。何がしたいんですか。同じところ往復して。おい、クソ蝶々、お前ふざけんなよ。おー、えぐこいつ。はい、ちゅうことでトラップ蝶々が追加されたらしいです。何ですかこれ、同じとこ往復してる。この見て見て見て、おバカすぎるこの蝶々。何がしたいの君は。本当にずっと同じところこう往復してますね。はい、うんこです。この蝶々は早く消してください、ピクさん。そして続いてですね、海賊の村、こちらもね存在しております。七村の逆ですね。まあこれはね、正直もういろんなとこに点在しすぎてて、そんなレアでもなんでもないんですけど、まあいろいろね漁ってみると、こういう風にチェストとかがあったりしてね、いい発見になるかもしれません。お宝がもしかしたら眠っているかもということで、見つけたらね、まあちょっと敵がいる時といない時があるんですけども、よかったらね宝箱とか探してみてほしいなと思います。そして続いてなんですけれども、こんな感じでね、裂け目の機械みたいなものが実は追加されております。マップ中にねこういう風に散らばってて、で素材を投入ってやると何を何個入れればいいかみたいなのがあるんですけども、これで入れると神殿の封印を解きますかって出てくるんで、これを決定をします。そうするとキョインって光って何かが起こります。おー、出てきた出てきた。うおードカーン。はい、うんこですね、これは完全に。例えばですけど、洞窟が進化したりとかね、もう強いな、頑張れ頑張れ。こう今みたいにトラップみたいなのが出てきたりね、まあいろいろあるわけですよ。倒すとまた出てくるんかお前。おい、ちゅうことでトラップ兼宝箱、これを手に入れられる、そういう神殿の解放みたいなのもあります。まあいろいろあるね、種類は。ちゅうわけで、まあいらないね、全部いらないかも別に。ということで皆さんもね、これ見つけたらね、一旦神殿を解放してみてください。そうするとね、こんなおじゃんになって何もできなくなるんでね、よろしくお願いいたします。でこの裂け目のステーションにはですね、いろんな種類がありまして、これはですね、ほら見て、ブルートの鱗を必要としてるんですよ。なんでこれに入れてみたりすると、ガガガってなります。ガガガってなる。そうするとほら、洞窟がね、なんかやばいことになりだすのよ。もう見たことないギミックなんですけども、はい、こんな感じでしっかり開いて、ほら、野獣の巣に入るという風に表記されます。やばくない？普通の洞窟じゃなくて野獣の巣なのよ、この中を見てやばくないか。いるんだよね、ストームワイルド状態のブルートがね。ここをね回ってみると、綺麗なね建物なわけですよ。で奥にこういう宝箱がね、しっかりと隠されていますよという感じでございます。だから普通の洞窟とは違って、野獣の洞窟なわけですよね。まあ、それなりに美しい風景がね広がっておりますよというわけでございます。ぜひともね、皆さんもこの洞窟見つけたらね、解放して入ってみてください。いろんな敵がね内蔵されていますので、結構倒すのめんどくさいと思うけど、頑張ってみてください。お、見て、エメラルドもある。エメラルド捧げてみよう。エメラルドを捧げると何が起こるか。ここは野獣の巣ですね。まあ基本野獣の巣なのかもしれないね、このレア物の入る場所っていうのは。はい、こんにちは。お、トマトゴーレムさんですね。はい、こんにちは。まあついでになんですけど、ゴーレム相手に戦う時はですね、ツラシの方が有効でございます。こんな感じで、俺見て、78とか。ちなみにライトセーバーだとどうなるかっていうと11とかなのよ。まあ剣とかでも同じなんだけど、でもこれだとめっちゃ早くねダメージ与えることができると。78ね、強化したツラ足だったらマジですぐこのゴーレムにねダメージ与えられるんで、ぜひとも皆さんこれ使ってみてほしいなと思います。特にジャンピングアタックとかだとね、めちゃめちゃ強いから、こんな感じで78とか余裕なんで。はい、オッケー。ということで皆さんもやってみてください。でここでなんですけど、裂け目のかけらのレア度がね
下がりました。前までねレジェンドレアだったんですけども、今回のアップデートでねレジェンドレアの裂け目のかけらがエピックにね戻ってしまいましたと。特別感あったんですけど、まだレジェンドを追加するには早かったのかなというふうに思います。次のアップデートかで来んのかな。続いてなんですけども、新しく追加されたエメラルドとか金とかっていうのは実は空島にもね普通になってます。こんな感じで全然取ることができるんでね、わざわざ洞窟に行ってとかいうより、まあ、空島にね立ち寄って、まあ、金とかねエメラルドとか全然取れちゃうので、この取り方の方がなんだかんだ楽かなと思います。飛び降りることもできるし、何より見やすいんで迷子にもなりにくいと。ほらこんな風に金もあるでしょ。エメラルドも全然普通にあるんで、よかったねみんなこの空島でね鉱石を集めるっていうのもねやってみてください。おすすめです。そして続いてなんですけれども、まあ、普通のね島の中にあるこういう池、こういう池の地帯があると思うんですけど、ここにねなんとクロムボの巣というものがございます。こちら見てください。クロムボの巣に入るって、いつもならね洞窟に入るって書いてあるんですけども、こちらねクロムボの巣に入るというコマンドがございます。そして入るとですね、めちゃめちゃ綺麗なね景色が広がっておりまして、どんなものかと言いますとですね、まあ、中にね進んでいくんですよ。こうやってね行くとこんな感じでね巨大なクロムボがいると。可愛すぎる、めちゃめちゃ可愛い。ということでこんな感じでねめちゃくそでかいクロムボがね眠っております。乗ることだってできないぜ。何もできないですねこれ。もう本当に攻撃してもゼロダメなんで。でこれちゃんとツルハシの耐久値は減るんでね、あの殴りすぎは要注意です。あの殴っても意味ないんでね。で奥にはねこんな風にめちゃくちゃ綺麗なそんな洞窟が広がっています。見てこれ綺麗すぎでしょこれ。何見たことないぐらい綺麗な洞窟がございますんでね、癒されたい方はぜひともこのクロムボの巣に来てみてはいかがでしょうか。そして続いてなんですけども、このキノコあるじゃないですか。このキノコって実はですね、殴るとキノコもらえるんですよ。こんな感じでねスラープキノコがもらえます。キノコを殴るとキノコがもらえると。まあ踏んだらねこういう風にただのバウンドするキノコかと思いきや、実はキノコがもらえるという、そんなキノコになっております。なんかキノコって何回も言い過ぎてるけど。ということでキノコ欲しい人はぜひともこちらのね不思議な青色のキノコ刈り取ってみてください。そしたら続いてなんですけど、こちらですね船乗り開口ピアノ、この家具がですねなんと弾けるようになりました。演奏です。ほらという感じでね弾けるようになりました。すごくない？いよいよ楽器も弾ける時代なんですよ。曲はね同じなんですけど、まあこんな感じでねぜひともみんなピアノ置いてた方はね弾いてみてください。実は弾けるようになっております。そして続いてなんですけれども、まあこのね池の地帯あるじゃないですか。この池の地帯はね実は何個かありまして、種類がね、さっきのは洞窟がある場所だったんですけど、ここはですねこんな感じでクロムボがね出てきてくれるそんな場所になっております。でこのちっちゃいねクロムボと大きいクロムボを合わせてあげると、こんな感じで親子のね絆が見れます。めちゃめちゃ可愛いでしょ。喜んでるもん。こんな感じでもうめっちゃ可愛い。でここでね踊ってみると、ほらクロムボもね踊ってくれるのよ。めちゃめちゃ可愛い。こんな感じでリアルクロムボ、まあ親かな、こっちは親クロムボと子クロムボの絆が見られるという神スポットになっております。でこの親クロムボの方なんですけど、バターケーキあるじゃないですか。散々作ってって言ったらバターケーキ、これをね落とすとですね美味しそうに食べるんですよ。バターケーキさんをね何渡しても食べるんですけど、バターケーキとかあとクロムベリーを渡すとですね割といいものを渡してくれるっていうね、そういう傾向にあります。じゃあちょっとやってみましょうか。もうバターケーキ何個も120個ぐらい渡そう。いけ、うおー、いっぱい来たね。どう、左下見てめちゃめちゃいいもんもらえてない？そういうことなんですよ。わりかしいいものをねくれますと。どうした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 、君はどうしたの。でこのコクロムボの方なんですけど、この子はですねバターケーキをこうやって落としてあげるとこの子も食べてくれます。ほらで嬉しそうに喜ぶんですよ、バターケーキ食べると。ほらめちゃめちゃ可愛いでしょ。バターケーキあげるとクロムボっていうのは喜んでくれるんでね、ぜひとも皆さんクロムボにバターケーキをねあげてみてください。で続いてなんですけど、こちらのエッセンスあるじゃないですか。これが上限500だったんですけど、もうねなんか今バグってるんですけど表記がね。でこれの上限が1000まで増えて、でロールするのに必要な数がですね50から20になりました。めちゃめちゃ良心的になりましたね。まあ50って10回やり直したらもう何もつけれなくなるから、まあ、それはおかしいっちゃおかしいんだけど、まあリーズナブルにねなりました。そして貯金というか経験値を貯めるっていうのも1000までいけるようになりましたんで、まあ、比較的ねエッセンスを無駄にすることも少なくなったのかなと思います。ナイスアップデート。で続いてなんですけど、まあ普通の洞窟あるじゃないですか、こういうね。で普通の
洞窟入った時にこのね渦巻きみたいなところがね入り口のすぐそこにあると思うんですよ。でこれって何かっていうとピン刺しておくんだけど、でこれで洞窟の奥へと進んでいくじゃないですか。まずね、でめちゃめちゃ進んでいくと、まあこういうねクリアみたいな場所に来るじゃないですか。これね白いチェストがある場所、こういう大量のね白いチェストがある場所があると思うんですけど、ここにたどり着くと思います。でこうやってね漁ってもらったら、あもういいわってなったらですね、ここの渦巻き、ここに入るとですねファストトラベルっていうのがありますよね。これで一回オンにしちゃうと、もうこれで、はい、さっきのピンを刺した入り口のところまで戻ってくるわけですよ。でこれでもう奥までね行けるようになりました。逆にこっちからあっちにも行けると、入り口から奥まで行くこともできるようになってしまうよということで、もうめちゃめちゃいいでしょこれ洞窟どうやって戻ろうみたいなことがね、この失われた島の普通の洞窟だとなくなるということで、これめちゃくちゃありがたいよね。あっという間に帰れるということで、ぜひとも皆さんこちらやってみてください。洞窟探検楽しんで。でこちらはねちょっと映像を見ていただくんですけども、クロムボのね死ぬアニメーションがですね実はちょっと特殊でして、死んだ時にね裂け目に乗って帰っていくみたいな、そういう演出になります。これ知ってましたか皆さん。実はねクロムボって死ぬとかじゃなくて、なんか元の世界に帰るみたいなね、そういう演出なんですよね。なんか安心しますよね、クロムボは死ぬんじゃなくて新しい世界に帰るということで、まあ体力がなくなることはねそうそうないと思うんですけども、クロムボがいなくなるときはいつも裂け目で帰ってるんだよということをぜひとも頭の中に入れていただけると、なんか悲しい気持ちにならずに済むんじゃないかなと思います。そして続いてですねこちらなんですけども、新しい動物のねデザインが追加されておりますが、こう牙付きのね、これもうイノシシじゃんこれ、イノシシとかまあ豚、こいつらはいたと思うんだけど、こういう新しい豚ちゃんとか、あと鶏とかね牛とか、その辺の新しいカラーがね追加されております。可愛いよね。こいつらもね新しい失われた島でしか連れて帰れないやつとかいるんで、失われた島でね洞窟飼育するときはね、せっかくなんで新しいデザインのね動物とかをね仲間にしてあげるとめちゃめちゃ愛着が湧くんじゃないかなと思います。ぜひとも皆さんこちらのね豚ちゃん、あと鶏、牛、羊とかもね新しいデザインありますんで、いろんなデザイン探し当てて育ててみてください。そして続いてなんですけれども、スケルトンのデザインですね。こちらの失われた島だとねスケルトンのデザインがね非常に可愛くなっております。こんな感じで海賊のね衣装を着たりしてるんで、めちゃめちゃ可愛いですね。まあこれはね皆さんやってて気づいた方が多いと思うんですけど、実はね普通のスケルトンってのはあんまりなくて、海賊のねスケルトンがたくさん いますので、ぜひ皆さんねこの種類もね楽しんで、倒すとねコレクションに追加されてたりするんで、頑張ってねいろんなコレクション埋めていってください。めちゃめちゃ可愛い。そして続いてなんですけども、続いてがはい見てください。実はねこれクモの巣みたいなものがありまして、あとサソリの巣とかそういうのもありまして、まあ要するになんかスポナーみたいな感じなんですよね。これ壊さないと無限に湧いてくるっていう、そういうものがございまして、ほらわかる、なんか倒しても倒してもいるじゃん。最初にいた数は倒したはずなんだけど、ほら一生出てくるじゃん。ほら見てこんな感じでめちゃめちゃ湧いてくるんで、ほらもうまだもうやられちゃった。もうで壊しちゃうとなくなっちゃうんで、でこれをね経験値トラップとして使うことをね僕はおすすめしたいと思います。また別の動画で作ろうかなとも思ってたんですけど、無限にねこうやってやってればエッセンスってたまるんでこれはね非常におすすめの方法でございます。でこのクモの糸とかさ、結構集めるのめんどくせえじゃん。これめちゃめちゃいいのよね。実は超絶な速さで集まるっていうツールなんですよ、このスポナーっていうのはね。見つけたらちょっとピンとか刺しといて、こうやってねここにスポナーありますよと、虫な何しようかな、オレンジとかこんな感じにしといて、でこれここ壊さないようにね、もうちょあいつ怖いけど壊しそうで、でこうやってねもうめちゃめちゃ集めてくれればなと思います。もうせっかくだからね、結構ね革命ぐらい集まるから、みんなにもねやってみてほしいなと思います。でサソリのスポナーもね実はあるんで、それもね探してみて、これが巣だとすると、ここで倒し続けるとサソリってさ倒すと爆発するじゃん。それを利用して出てくるサソリが全員その爆発で死ぬっていうね無限経験値トラップになるんで、それもねぜひとも使ってみていただければなと思います。スポナー見つけたらね、まあ壊さずにちょっと取っておく方がねもったいなくないかなと思いますので、これもね知ってるだけでね大きい知識になると思うんで、ぜひともね皆さんスポナーを有効活用して、これからのね資材集め、あとエッセンス集めねやってみてください。はい、ということで続いてなんですけれども、続いてはですね、実はワールドの村人の上限っていうのがですね45人までね、知ってる人もいるとは思うんだけど増えてまして、前は30人だったんだけど45人までね村の中にいられるよということで、ぜひとも皆さんこれはね活かして、あのコレクションとかね村人コレクションね埋めるの大変だと思うんで、ぜひともこれを活用してね、いろんな村人仲間にしてみてくれればなと思います。そして続いてなんですけども、魚が飛ぶアニメーションが追加されております。なんか普通はさこんな感じで釣りスポがあって、で魚がねこう泳いでるだけというかなんですけども、たまにねピョコって出てきて飛び跳ねている様子をね見ることができます。ほら
こんな感じでね、魚が飛んでね、まあアグレッシブなアニメーションになりましたよというわけですね。まあこれはちっちゃい変化かな。で、続いてなんですけど、新しい魚がね、追加されてます。3種類魚がいまして、ちょっと釣れるかわかんないですけども、起きた。おーということで、まず1匹目がこれですね。はい、スティンクフィッシュでございます。まあ普通にね、こういう釣りスポから釣れるんで、皆さんもね、釣って、図鑑をね、埋めてみてくださいと。まあもちろんね、普通の魚も釣れちゃうんで、簡単に埋まるとは言いませんけれども、あとこれですね。クマちゃんフィッシュと、スティンクフィッシュと、はい、電気ウナギでございます。この3種類がね、追加されておりますんで、まあ釣りってめちゃめちゃ懐かしいコンテンツのように感じますけれども、ちょ頑張ってね、釣ってみてほしいなと思います。で、あと、あんな風に釣りスポのところに建築を置いとくと、勝手に打ち上がるんで、これもなんか裏技的な感じなのかなって思うんですけども、あえてね、建築、まあ、俺は意図せずやっちゃったんですけど、建築をね、あえてこの釣りスポの上に置くことによって、勝手に魚が打ち上がってくれて、たまにレア魚もね、転がってたりしますんで、ぜひともね、これも活かしてみてほしいなと思います。多分これ言ってるの、このチャンネルだけだと思うからね。そして続いてなんですけれども、まあこれはね、僕の動画見てくれてる方ならわかると思うんですけど、まず失われた島のレベルを上げるとですね、こんな感じで報酬がね、めちゃめちゃ解放されます。海賊スカルセットとかいう名前だったり、酒場の家具とか、あと普通に建築ピースとかね、建築テンプレートとかもいろんなものがね、解放されるんで、村のレベルをね、失われた島で10にしてみると、思ったよりいいものがね、もらえますので、まあ砂漠だったり、草原、そして雪山でもらえた、このね、建築とか、こういう建築と同じようにもらえますので、ぜひとも皆さん、こちらね、作ってみてほしいなと思います。そして続いてなんですけれども、新しく追加された植物で、まあココナッツとかバナナとか、いろいろあると思うんですけれども、こいつらって植えることができてですね、パイナップルもこういう風にね、植えられるし、ココナッツも植えられるんですよ。こういう風に。このままね、丸ごと、この種じゃなくて、このまま植えられるんですけども、で、これでね、木が生えてくるわけですよね。ちょっと木生えてくるまで待とうか。オッケーオッケー、なったかな。で、そうだったじゃないですか。で、このバナナって、1個のとこから3個取れるんですよ。この、まあ、見た通りなんですけど、これは1個から2個かな。ココナッツは1個の木から2個で、で、木はなくならないんですよ。別に、さっき全部取っちゃったんですけど、だからほぼ無限に、ずっと無限に、この木からバナナがなり続けるっていう。もうこれ最強です。最強の布陣。パイナップルはね、1個だけなんですけど、それでもここでね、無限になり続けてくれるんで、こんな感じでね、新しく追加された植物、実はね、1個植えれば無限に取れるっていう性質がありますので、ぜひとも皆さんこちらもね、活かしていってみてくれればなと思います。みんなでね、焼きパイナップルでも作っちゃいましょう。そして続いてなんですけど、新しく冒険を始めるときですね、そうするとどうなるかっていうのを皆さんに見せていきたいと思います。はい、ということで、新しくワールドを生成するとですね、こんな感じで、前まではね、ブライトボンバーの村で始まったと思うんですけど、今回からはですね、ヘイブンの村から始まります。こんな感じでね、いろんなヒントをね、まあ前と一緒ですね。前のブライトボンバーの村がヘイブンの村になって、クエストとかがね、変わっていくといった感じでございます。なかなかね、シビアな世界で始まることになるんですけども、っていうのもね、これ、失われた島で多分始まってるんですよ。ここが失われた島で、ここがスターウォーズ村で、ここが大元の大地なんですけども、まず最初がね、もう失われた島になっちゃうということで、なかなかね、大変なんですけれども、新しく冒険を始めるっていう方はね、ぜひとも頑張って、最初はもう頑張ってとしか言えないので、頑張ってね、進めていっていただければなと思います。バス停もすぐそこにあるはずなんでね。お、びっくりしたんだと思います。多分、このバス停から、このこっちに移動すれば、ここに全部のバイオもあるんで、もうそれで余裕かなと思います。ぜひともやってみてください。ということで今回はですね、大型アップデートで追加された秘密の内容についてね、紹介していきました。もうめちゃくちゃあったと思うから、何か一つでも知らないことがあればね、コメントで教えてくれればなと思います。ということで今回のこの動画、いいな面白いな参考になった。次の動画も楽しみだぜって方はですね、ぜひともチャンネル登録、高評価、そしてコメント、通知音よろしくお願いいたします。クリエイターサポート、AFR もお忘れなくよろしくお願いいたします。それではまた次回のレゴフォートナイトでお会いいたしましょう。まだねー。